ウェーブ型給油艦は、イギリス海軍補助艦隊が運用する、大型艦隊給油艦の艦級。国内造船所の助力の下で行われた、要求仕様の策定は1995年初頭に、完了し、1996年3月に、提案依頼書が発出された。主契約者は、ビセル社とされ、1998年5月22日より、建造が開始された。 当初は2000年9月及び2001年10月に一石、筒が竣工する予定であったが、2番艦の機構は遅延した。船形は大艦ン型とされており、また機関配置はアフトエンジン型タンカーとしての配置が採用されている。ただし、艦備路上にはヘリコプター艦ンとマーリン HM1 ヘリコプター1機分のハンガーが設けられているため、環境は その分だけ監視方向に寄っている。また船体は海洋汚染関連放棄に従ったダブルハル構造である。基本的には小船構造とされているが、高換性及びダメージコントロールに関連する部分のみは海軍の基準に準じている。なおレーダー反射断面積低減のため、上部構造物や補給ステーションのポストには6度の傾斜が付されている。主機関は、 ディーゼルエレクトリック方式を採用しており、バルチラ社製 12V32E ディーゼルエンジン及び、ゲクルム発電機四セットによって発電し、電動機2機によって、スクリュープロペラ1軸を駆動する。また、壁地で設備が劣る港での活動を想定し、艦首及び艦備にサイドスラスターを1機ずつ設置している。液体貨物は 16, 立方メートルを搭載可能であり、 うちディーゼル燃料が1万5000トン、航空燃料が3000立方メートルであった。またドライカーゴも500立方メートルを搭載可能であるほか、20フィート型の冷凍コンテナ8機を搭載可能である。洋上移送装置としては、格限に3機ずつの補給ステーションが設定されている。ウィキメディアコモンズには、ウェーブ型給油管に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。